加藤慶は、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は64。茨城県日立市出身。加瀬純一、七段門下。河村学園女子大学卒業、同学大学院心理学専攻修了。小学4年生の時、家にあった、将棋入門書をたまたま読んで将棋を始め、将棋ゲームソフトやインターネットで将棋を指すことに、熱中した。しかし、 一年ほどで将棋ゲームソフトのレベルが4段に上がると熱が冷め、将棋から離れた。臨床心理士の資格を取得して、スクールカウンセラーの職に就くことを志望していた加藤は、河村学園女子大学を卒業し、2014年4月に同学大学院心理学専攻に進学した。同年、第72期名人戦七番勝負のインターネット中継を偶然に見た加藤は、 将棋熱が一気に再燃した。小学4年から1年間、将棋ゲームソフトで遊んだだけで、それから12年ほど将棋と無縁に過ごした加藤であるが、第4局でハブが指した4-1金が最終的に勝利の一手になったことを一目で理解できたという。加藤は将棋クラブ24で毎日ネット将棋を指すようになり、心理学の勉強が片手間になるほど熱中した。 ネット将棋しか指したことのなかった加藤は、将棋大会への出場を思い立った。初めて出場した2015年9月13日の第47期女流アーマ名人戦で3位に入賞し、加藤のことを全く知らない、大会関係者は、あれは誰と驚いたという。11月8日には、第8回女子アマ王位戦、関東大会で準優勝した。 女流アマ名人戦で好成績を収めたことをきっかけに、加藤は同じブリッシュ者党である、加瀬純一七段の主催する将棋教室に通って腕を磨いた。2016年3月に大学院を修了した加藤は女流騎士という職業を強く意識するようになった。当時の規定では女流騎士になるには、満25歳までに研修会に入会せねばならず、 加藤はすでに24歳であった。加藤は同年の10月から11月に行われる臨床心理士試験を受験するのを諦め、加瀬順一、七段門下として同年8月、関東研修会 D1 に入会した。加藤は学童保育の契約社員として働きながら研修会に通った。2017年10月8日、関東研修会の10月第一例会で3。 連勝し、直近11局で9勝2敗となり、C1 に昇級して、女流3級となる権利を得た。その後もしばらく研修会で指し続けたが、資格申請をもって2018年2月1日付で、女流3級となった。これより2年以内に、女流2級に昇級すると正式に、女流騎士と認定される。2018年6月21日、第4回。 山田女流チャレンジ杯1回戦で、中村桃子に2回戦で、小高咲子にそれぞれ勝ち、続く3回戦で、E の愛を破って、ベスト4、入りを決め、女流2級への昇級規定。山田女流チャレンジ杯ベスト4を満たして同日付けで、女流2級に昇級し、正式な女流騎士になると同時に、女流騎士番号、64を付与された。 2019年10月11日、第31期女流王位戦予選で、上田初美に勝利して、女流王位戦予選決勝進出の規定を満たし、女流1級に昇級した。2020年3月16日、第47期女流名人戦予選で、水町美優に勝利して、女流名人ギリーグ入りの規定を満たし、女流初段に昇段した。2021年4月2日、 1> 第1期女流順位戦順位決定リーグで、味木ふさこに勝利し B 組1位を確定させ、リーグ最終戦及び順位決定トーナメントを、待たずして、来期の女流順位戦 A 級入り以上を確定させたことにより、女流二段に昇段した。女流順位戦の規定による、昇段の適用第1号となった。不利飛車等先手番、後手番、どちらでも中飛車で戦う。 ありがとうございます。